諸和神社は、京都府京都市山品区篠宮にある神社である。旧社格は豪社。通称は四宮。かつての宇治郡四宮村の生端の山中に鎮座している。諸和神社は、山城国宇治郡山品里の第四の宮であり、諸和神社が篠宮村という地名の由来であるとする説がある。この地域は、古くから京都への出入り口にあたる要衝の地で、 サネエス神皇の史跡が多い現在の京阪、京神線、忍宮駅に近い。もろは神社境内にある、美愛氏も、サネエス神皇由来と伝わる。忍宮、安守、竹花の三地区の産ぶすながみである。聖は天皇の知性の上岸四年に社殿が造営されたとされるが、詳細は不明である。かつては両和大名人と称したが、やがて、両和は、 初羽に改められた。社殿は、王人の乱で消失した。王人の乱後に再建された社殿は、明和元年に火災に遭い、この際に古記録の大半が消失している。明和2年に復興したとされるが、天明年間にも火災にあった。現在の社殿は19世紀中頃に作られた。1873年8月には尊者に劣せられ、1883年1月には、 豪者に昇格した。伊勢物語78段で、藤原常幸が山品の善児の親王に献上した、木の国の地里の浜の石と伝えられるが、真偽のほどは不明。本社の造営年代は不明だが、細部様式から19世紀中頃と見られる。ありがとうございます。